こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は小説紹介の再投稿となります。久しぶりね。どの作品を紹介するの？今回ご紹介するのは高見順著尻の穴だぜ。あ、以前出した時広告剥がされたやつね。まあ内容が内容だからな。今回も剥がされるだろうが仕方ない。なぜ急にこれを再投稿しようと思ったのかしら。高見順の著作がパブリックドメインになっていることに気がついてな。再編集が楽そうだからというだけの理由だぜ。なるほどね。本作の初出は1963年5月群像に掲載された短編小説だ。作者の高見順は1907年生まれ。父は当時福井県知事で、後に貴族院議員枢密顧問官となる坂本三之助だぜ。ただし高見順は私生児であったため、家は相当貧しかったという。こうした老いたちもあり、彼はやがてプロレタリア文学を志向するようになるぜ。1930年に東京帝国大学文学部英文科を卒業した高見は、プロレタリア作家として名を挙げるべく様々な作品を発表していった。しかし1932年11月、治安維持法により検挙されてしまう。その後1933年に転校を表明し、起訴猶補処分で釈放されたぜ。よく転校って聞くけど、一体何なの？近代日本史を学ぶ上でよく出てくる転校とは、基本的に共産主義、社会主義からの転校を意味することが多いぜ。左翼運動から離れるってことだな。高見は転校当初、同志への罪悪感などから苦悩が続いたそうだ。だが1935年に小説、呼吸忘れうべき、が第1回芥川賞候補となったことで、作家としての地位を確立することになるぜ。やがて太平洋戦争が勃発し、1941年11月に高見は陸軍報道班としてビルマへと派遣された。その後43年1月に帰国するが、44年6月から12月まで、再び陸軍報道班員として今度は中国大陸へと渡ることになる。さて、本作の舞台は、満州国治政下のハルピンである。物語内では、年代については語られていない。しかし高見は1944年11月下旬に満州国を訪れているため、おそらくその時の経験も本作に影響を与えていると思われる。ちなみに高見順日記によると、11月28日に高見は満映、すなわち満州映画協会を訪れた際に、同理事長の天笠正彦による荘園を受けている。天笠の案内で所内を見学した高見は、その後大和ホテルの一室で天笠らと共にウイスキーを飲み、会話を交わしたというぜ。天笠って、あの天笠事件の天笠？ああ。天笠事件とは、関東大震災の直後、1923年9月にアナキストの大杉栄と内縁の妻伊藤の絵、そして大杉の生い橘宗一の3人が憲兵隊特攻課に連行され、殺害された事件だ。この事件からは様々な憶測が生まれたが、すべては天笠の単独犯行として処理され、禁錮10年の判決を受けていたんだ。かつて左翼運動家として活動していた高見は、天笠とはいかなる人物かと作家的興味から近づいた、と日記で語っている。こうした満州国における重役との出会いも、本作、尻の穴、に大きな影響を与えていると思われるぜ。さて、先ほども述べたが、本作の舞台は満州国治政下のハルピンである。ただし小説自体は1963年に発表された戦後作品だ。物語は戦後、主人公が友人と岡間バーへ行くところから始まる。それでは物語の内容を簡単に語っていこう。舞台は戦後。主人公は友人と共に岡間バーへと出かける。そこで主人公はバーのママさんから、店の若い従業員が自殺したことを告げられたぜ。その自殺した従業員の名は N ちゃんと言い、もちろん彼女も岡間であった。主人公と友人は自殺の原因をあれこれ推察したが、どうもその N ちゃんは、同じ店のバーテンダーの男に惚れていたという、岡間であるから恋が叶わぬと絶望したのか、それとも薬のやりすぎではないか。様々な予測が飛び交う中、ふと主人公の口から出てきたのは次のような言葉であった。そのバーテンが N ちゃんの純情にほだされて、N ちゃんに生実家かたぎになれとでも言ったんじゃないかな。その直後、主人公は自分の発した言葉にハッとなり、かつて満州に滞在していた頃のことを思い出したんだ。主人公はかつて満州の地で、更生しようとして更生できず、ついに自殺してしまった一人のアヘン中毒患者の中国人青年を思い出したのだ。なるほど。これで満州での回想に移るわけね。その通りだ。舞台は満州国治政下のハルピンへと移る。その自殺してしまった中国人青年は、ハルピンの大観園という基地宿に住んでいた。基地宿とは格安で泊まれる宿みたいなもんなのだが、まあ、感覚としては格安アパートの方がしっくりくるかもしれない。実はこの大観園、2000年代まで当時のままの状態で残っていたんだ。
2005年頃の写真が大観円山像というブログで見れるから、気になる方は概要欄から参照してみてくれ。マクツと呼ぶにふさわしく、香港の空論上に似たワクワクを感じるぜ。さて、本作ではハルピン駅から大観円までの道のりを詳細に語ってくれる描写がある。その一部をここに引用してみよう。満州国時代のハルピンの空気感を味わうことができるぜ。西洋街の繁華町を通って、派出所前を直角に東に曲がると、右手にフォアデン、キチン宿の看板がゴミゴミと並んでいる大震災に出る。右手に盗品路上即売所とでも言うべきグエスがあり、化粧品の空瓶、かけた小皿、雑巾のようなタオル、指のない手袋、折れ首、それからネズミの死骸、皮が売れるのでこれも商売なのだ。鶏の足、れっきとした食料だ、などが、いっぱい陳列してある。各瓶の怪しげなウイスキーを一口5000ずつで飲ませる男もいる。人がごった返している中に、インバイフがうろうろしていて、大観円の近いことが感じられる。僕は何度、この電車で大観円へ行ったことか。一時は毎日のように乗ったものだ。と、こんな感じだぜ。確かに異様な空気感だわね。これは大観円の外だから、まだマシな方だぜ。中に入るともっとすごい。中央の階段の下には、いつも大概、裸の死体が転がっている。毎度のことだから、誰も目遅れない。それどころか、そのすぐそばでインバイフが、あい、と客に呼びかけている。ゾンマヤンガンイシャルパ、一発やらんかい、五毛銭、五十銭、ってどうだという。客も去るもの、40銭にしろという。死体の旗で掛け合っている。主人公はこの大観円を、地獄、と呼んでいる。地獄のような場所、ではなく、地獄なんだ。このようなエピソードは山ほどある。死にかけた入居者は階段から突き落とされ、他の住人から衣服を剥ぎ取られる。死人の衣服は不吉だから、死ぬ前に剥ぎ取るのだ。尻の穴からモルヒネを摂取する中毒者もいる。またほとんどの男が妻や娘に売春をさせ、博打を打つ。いやー、もうなんかすごい。そうだな。大観円については、最後にモルヒネ患者の描写を紹介して終わりにしよう。僕はこの時、こうした騒ぎに何の関心も示さないで、同じ階段の下で、何か一人でゴソゴソやっている男を発見した。重役、後ろに回ってそっと覗いてみたら、道で拾ってきたらしい泥だらけの紙を地面に置いて、ブルブル震える手でアヘンの吸引管にくっついた闇を取っては、その汚い紙になすりつけている。それをどうするのかと思ったら、地の薬でも貼るみたいに、闇のついた紙をベタリと自分の尻に当てた。アヘン中毒者がアヘンを買う金がないので、尻の穴からせめてアヘンを吸わせていたのである。スーツ、密売アヘン、は一包み50銭、宿賃の5倍という高さだし、上等なのになると2円もするから、買うのはなかなか大変なのである。ここまで小説の描写を引用してきたが、実際のところ、これら大観円の描写は高見順が直接見聞きしたものではないと思われる。え、そうなの？ああ。今回動画を再編集するにあたり、1941年にまとめられた大観円の解剖、という調査報告書を読んでみたんだ。この資料は、満州国総務庁勤務の佐藤慎一郎という人物が単身で大観円内部を調査した記録であり、1941年に満州国刑務総局の内部資料として編纂された、当時極秘扱いされていた資料である。資料の内容はいずれ別動画にて紹介したいと考えているが、どうやら高見順は、大観円に関する描写のほとんどをこの大観円の解剖から持ってきているようでな。大観円に至るまでの経路や街路の情景、内部にはびこるアヘン、モルヒネ中毒者の実態、売春の様子まで、物語内における描写は概ねこの調査書の内容と合致するんだ。例えば本小説では、春鳳という13歳の娼婦の存在が語られているのだが、大観円の解剖にも同名の女性の報告が記されている。ここにその内容を少し引用してみよう。春鳳、風蘭賢人、23歳、父親に死なれた彼女には老母と幼帝2人が残された。かくして一家4名の命は彼女の陰媒によって支えられている、というのが彼女の悲傷な話。彼女は今ちょうどアヘンの味覚に異常勢力を凶楽している。報告書では23歳とされている春鳳であるが、同資料には大観円における娼婦の年齢層も記載されており、それによると13歳から60歳ぐらいまでの女性が性風俗に従事しているとある。おそらく高見は、より日本人に想起させやすい春鳳という名を、物語内であえて13歳の少女へ当てたのではなかろうか。まあこれは単なる憶測に過ぎないのだがな。ともかく小説内における大観円の描写は、その多くが大観円の解剖に基づいたものであることは確かだろう。しかしながら、本作の主要人物である徐林翔という男のモデルは、この報告書の中には見受けられなかった。徐林翔とは、主人公が大観円で出会った満州人の青年である。徐は日本の開拓移民によって土地を失い、雇い農に転落したという過去を持つ男である。
またさらに共産運動に参加していた前歴がバレ、部落の中国人農民からも迫害を受け、追放されていたのであった。果たして序のモデルは、実際に高見が満州で見聞きした情報にあるのか、それとも別の何らかの資料から来ているのか、詳しいことはわからない。しかしこうした満州における転落農民の実情は、日本人による満州開拓移民の歴史に暗い影を落としている。満州開拓用地の買収にあたり、占住していた満州農民は不当な安値で強制的に農地を買い上げられていたのだ。1941年に満州国最高検察庁がまとめた満州国開拓犯罪概要によれば、個人間の売買であれば10万円余りになる農地を4万円にて強制的に売買決定された旨の証言など、王道落土とは程遠い満州開拓の実情が記されている。農民の生命である土地を奪われるだけでなく、行く当てもないまま玄関の地で真冬に家屋からも追い出される。中国の人々が開拓局を開拓局、すなわち人殺し局と呼んだというのも当然であろう。中略、このようにして、数十年の歳月をかけて中国人、朝鮮人農民によって切り開かれ、そこから強制的に追い立てられた人々の怨嗟の念のこもった土地、それこそが日本の農民や中小商工業の整理統合による転用者、満州開拓移民青少年義勇隊などに提供された希望の大地、新天地に他ならなかったのである。もちろん国策の犠牲は満州人のみならず、開拓移民として満州へ渡った日本人にも生じることとなった。当然、戦後の引き上げで日本人が被った被害も甚大なものであるが、今回のテーマからはそれるため割愛させていただこう。念のため申し上げておくが、本動画は日本をあえて貶めるために制作しているものではない。どの視点から取り上げるかによって、歴史の見え方は大きく変わるものだからな。そのあたりはご理解いただきたいぜ。話を戻そう。本作の登場人物である女も、そんな転落農民の一人であった。さらに女は移住先の部落でも、同じ中国人から追放されてしまったんだ。そして大肝炎へ流れ着いた彼は、麻薬と博打に溺れていたのである。主人公の友人である長森という男は、そんな女をかわいそうに思い、大肝炎に住む女に金を渡していた。もともと長森は、合作者運動という満州農民による労働運動に参加していたのだ。しかし女は、長森から受け取った金を博打で吸ってしまう。そして再び金を渡しに来た長森に対して、こう告げるのであった。あんた方、東洋グエスはこの満州へ来て、サンザー悪事の限りを尽くしている。あんたは俺に金をくれて、せめてその償いをしようとでも思っているのか。こんなことで、こんなはした金を俺にくれて。長森はもちろん、満州の転落農民に同情を寄せていたし、それが日本の開拓移民政策によりもたらされたものであることに罪悪感も抱いていたのだろう。だがそれ以上に長森は、女に更生してもらって、真面目に働いて欲しかったのであった。俺は東洋グエスのために、いっかりさんだ。俺の女房は陰媒になっている。女はこうもつぶやいた。しかし急に語調を変えて、女は涙を流し始めるのである。許してください。長森先生、私はあなたに親切にされるのが、たまらないのだ。私には、あなたの親切が辛いのだ。あなたの親切をもう受けないようにするために、私も今日限り心を入れ替えて、真面目な人間になります。こう言って女は、長森から最後の金を受け取ったんだ。真面目になったら、また伺います。違った私を、先生にお目にかけます。ちょっといい話ね。しかし、長森が次に女に会った時、彼は死んでいた。自殺してしまったんだ。ここでエス君という、長森の友人のセリフを引用しよう。生実家、立ち直ろうなんて思ったんで、いけなかったんだな。気持ちの上でだけ立ち直ろうとしたって、一度地獄に落ちた身は、そうはいかない。苦しんだ挙句、結局、自殺するより手はない。それ以外に逃げ道がない。自殺でやっと本人は救われたんだが、仇になろうなんて余計なことを考えないで地獄の中にそのままいた方が、むしろのんびりと生きられたのだ。どうせ遅かれ早かれも火のために死ぬにしても、まだ樹林翔は地獄にいれば生きていられたのだ。女は、自殺によって救われたのか。それとも、地獄でもう少し生きていた方が良かったのか。一度地獄に落ちた人間は立ち直れないのかしら。地獄に落ちた人間にとって、死ぬ他に救いの道はないのかしら。いろんな見方があるだろうな。高見順に限らず、小説家は生きる、ということを深く見つめているものだ。S 君の地獄にいれば生きていられたのだ、というセリフは、その方が良かった、という意味ではもちろん捉えられない。しかし、高見順が晩年に苦しい闘病生活を続けながらも、その経過を克明に描写したように、地獄の中にいようとも生きている、ことに何らかの意味がある。そんな風にも捉えられる気がするんだぜ。たとえそこが地獄だとしても、生きている意味すらわからないような状況にあったとしても、生きているという事実は存在する。高見純作品は、そんな、生きている、
人々を描いた小説が数多くある。私生児として生まれ、左翼運動に身を投じ、戦前日本の仮想社会を肌で感じてきた高見ならではの人間観、大敗的で絶望的で、その中でたくましく生きる人々の姿もあれば、悲惨な状況下で腐ってゆく人々の姿もある。尻の穴、も同様に、大観演という舞台を通して、ハルピン貧民街の人間と、社会と、そして当時の空気感を描き出した小説だと思うんだぜ。いやー、確かに面白かったわ。最後に、皆さんに紹介したい一節があるぜ。先ほどセリフを引用した S 君なる人物がまとめた、大観演に関する調査書の一部だ。S 君は物語内で、とある機関の匿名を受け大観演を調査している諜報員だと語られている。調査書の内容は、大観演のオーナーであり貧困省道徳総分会理事でもある満州の大物と S 君の、一問一答が記されたものとなっているぜ。ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれないが、この S 君とはすなわち、大観演の解剖、著者である佐藤慎一郎のことである。ご紹介する一問一答も、多少の加減はあれどほとんどそのまま報告書の内容と一致するものであり、すなわち佐藤とオーナーが実際にやり取りした内容であるということになる。とても興味深い内容なので、少し長いが紹介するぜ。ちなみに聞き手が S 君、答えるのが大観演のオーナーだ。最初は S 君の質問から始まる。君と国と民はいずれを第一とすべきか。民の生活が第一なり。民とは誰か。我々なり。君主の命令は絶対か。絶対にあらず。我々は徳の所在に従う。満州国皇帝に徳がなかったら、その命を聞く必要なし。徳とは何ぞや。我々を生かすところのものなり。国家の滅亡をいかに解釈するか。明朝が滅んだのは国家が滅んだのではなく、一政がなくなったのである。それよりも人民の生存が緊要である。日本も同じだ。国家は公にして、元軍に自決、は私人なり。軍、臣、民の関係いかん。軍、臣、民は平等なり。ただ一とそれより来たる責任とおことにするのみ。人生の目標は何か。人民の最上の必要は自分の生活である。大観演のごとき幕府の存在は必要か。必要なり。あそこがなかったら必ずまた別の箇所に同じものができる。大観演の経営は営利事業か、救済事業か。大観演の存在は天の時、地の利、人の輪によって成立している。天の摂理なり。お国の大和ホテル満州第一の日本人経営旅館が経営しても、大観演は死滅してしまう。大観演内の基金宿では瀕死の宿泊人をなぜ街頭に放り出すか。この社会では普通のことで、宿で死なれたら他の宿泊人が迷惑する。普通の家庭でもウンドルの上では死なせぬ。宿泊人が同宿の瀕死の人間の衣服を一物をも余さずに剥奪するのはなぜか。売って金にするか、自分で着るのだ。なぜ生きているうちに剥奪するのか。死人の衣服は不吉なり。なぜ病人を真裸にして街頭に捨てるのか。投資させるため。その場面を見たことありや。あり。現状を見ていて腹が立たぬか。自業自得だ。なぜ人々は見ていて構わぬのだ。死な社会には水不具安水だ。人のことは人のこと。貴族が来たって臨下壁たのなら一向構わぬ。死なにはこうしたことわざがある。自ら自己の門前の雪を払う、他人の牙城の死も破壊せず。なぜここの人々は盗み、淫売し、賭博し、殺したりするのか。貧乏だから。金があればクーリーでもするさ。以上のごとき事実は風邪店以外にもあるか。どこにだってある。基金宿の経営者は死な社会においてはいかなる人間に属するか。車線転客が、罪なくして殺すにあたる、という俗言がある。車とは車や、馬車や、車引きなど、船とは船主、船頭、船夫など、店とは旅館のことで旅館経営者、宿の客引きなど、客は運搬業者のこと、ガとは役人のことで、これらの人々はたとえ罪がないとしても当然死刑に処すべき種類の奴らであるという意味である。要するに以上のごとき仕事に携わる者どもは悪の塊である。日本をどう見るか。日本人はこの満州においてこうあるも得なし。公とは何か、徳とは何か。公とは仕事をしてその代償を求むることで、徳とは施して代償を求めぬことなり。結論として漢民族に接する日本人はどうなるか。漢民族に接する日本人は必ず一歩の大方位、それに反して漢民族は必ず一歩の前進をなすべし。以上の内容は、元の報告書に比べて省略されている部分も幾分かあるものの、極端な改変は加えられていない。佐藤の見聞きした経験を主人公の経験に置き換えて、その主人公の一人称視点から語られる物語の中に、佐藤をモデルとした S 君を登場させているわけだな。一応ここに、省略された大観演の解剖の内容も加えさせてもらって、今回の動画を終わることにしよう。日本人をいかに見るか、という佐藤の質問に対し、大観演のオーナーが語った内容となるぜ。満州社会における特権階級に位置する一人物の、率直な一見解を見ることができるのではないだろうか。日本に対して不平なく、日本人に対して不平あり、東洋の将来は日本の創建にある。
満州国の姿勢に文句を言う者は、現在は過渡的時代なることを知らず、しかも彼らのかつて経験せし過去の品社会を知らざる者の妄言なり、最近諸物価が小政権時代より高騰しているのは、日本人の姿勢のゆえにあらずして、世界的非常時なるがためなり、ただ日本人は満州人を人間として遇しない。例えば日本人と満州人との俸給は違う。日満の生活が違うと言ったとて、満州人も高菜飯は食いたくない。日本天皇の御心は満州人を愛せとあるに違いない。それを満州に来ている日本人は、戦勝者のつもりで傲慢になっているのだ。